今回はこちらです。ね、意外といっぱい買ってきたでしょ。全部110円、または210円。順にご紹介していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。ちわ、力なり。はい、今日もこれをやっておきましょう。2020年11月、ブックオフで参考書買ってきましたのコーナーでございます。毎月恒例ですが、また近所のね、ブックオフ行ったらね、なんと110円本がゴロゴロ置いてあって、しかも私の欲しそうな大学結構あったんですよね。テンション上がって今月もね、結構冊数買ってきちゃいました。順にご紹介していきたいと思います。一つ目こちらですね。学習院大学理学部の赤本2018年です。お値段110円でした。この年度のね、学習院の赤本がたった100円。まあ見るとね、確かに鉛筆の跡ありますが、このぐらいなら使用に全く問題なし。うちからね、まあここ受けに行く子がいるかなっていうと、まあそれはともかくとして、理科や数学なんかね、他の大学受けに行くときにちょっと学習院も手出しておこうかなっていうと、割とね、素直な出題するので、ここのは資料として持っておきたいな。あとは理系向けの英語でしょうか。テストの終わりの方はね、この左ページ4択文法、右側ごく簡単なこれ和文英訳っていう風に言ったらいいかな。まあここはねベタだなと思うんですけど、第1問に出てくる英語長文、これね理系行く子ならね読んでおいてほしいテーマかなっていう風に思うんですよね。優しいし日本語での、論述も少しあるような、問題だったりするので、地方国公立志望する子で優しめの河合塾で言うなら前頭記述模試のような出題が出てくるので、テーマとかもね意外と理系の子なら工学部農学部どちらにも合うような出題のものかな、見られますんで、まあ、長文は読ませておいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので学習院の研究も当然できますし、英語数学および理科もね、このぐらいの問題踏まえた上で地方国公立の二次試験臨もうっていうためのステップアップにも使えるので、これ100円でしょ。うん、いい買い物だったなと思います。 OK NEXT、鳥取大学の2019年赤本、お値段210円です。はいはい、地方国公立のこの年度がね、210円、やっぱりお値打ちだなと思ってこれガバッと取ってきました。英語はね地方国公立らしい出題してくるので、共通テスト終わったら今年は例えばこの鳥取の過去問で少しトレーニングしてみてから、うちの塾生なら三重大とか静岡大とか信州大あたりの英語をまあ行く前のステップアップに解いてみようねってやらせてみたいと思います。特にですけど鳥取大の赤本が欲しい理由、地方国公立向けの生物の出題、これライトで素直だなっていうことを知ってるんですよね。先ほど言いましたけど、三重大の農学部だったり滋賀県大の農学部だったり岐阜大学の旺盛あたり受けに行く前のステップアップにね、共通テスト終わってからやってみるといいよっていう風に伝えるので、そういう資料として欲しいなと思います。でそれから鳥取大学は後期試験ね、小論文です。小論文テストが充実してるんで面白いネタいっぱいあるなって思うんですよね。なんだこの挿絵いっぱいの縦書きの小論文はとかね、なかなかね個性的な出題します。まあ岐阜大学でいうと岐阜大学地域科学部だったり結構そこに通じるものとかあるので、個人的にはね愛知岐阜三重あたりの地方国公立で小論文いるかもっていうテストを受けてくる子、鳥取ってねちょっと踏んでおくといいなって思うんですよね。鳥取大学で問われるようなネタ意外と被ってくるなと思うので、私はねこの研究材料が手に入って面白いな、いいなと思うんですよね。わずか210円でしょ。いつも言いますけど小論文で面白いネタがあると私いい赤本だねって言っちゃうんですよね。 OK NEXT、 続いてこちらです。名古屋学院大学2014年赤本です。お値段110円です。まあねこれだけ古いとね110円わかります。まあうちの本棚ねあの辺りに、ね、名古屋学院大学はあります。で例年揃ってますが14だけ穴開いてたんで、まあコンプリートするのにはいいかなと。この頃はまだ名古屋学院大学の赤本に推薦入試の過去問載ってないんですよね。で一般入試の問題はね本当に極めてシンプルなマーク問題です。国語も数学もまあ地歴も政経もめちゃくちゃシンプルなので、これを解くっていうことはまあ名古屋学院大学一般受験に行く子今年も必要だとは思うんです。直近の過去問と見比べてみても全然出題傾向変わんないので、まあとりあえずたくさん解かせるっていうことをうちの生徒に、必要になれば持っておいて損はないかな。まずまず OK でいい買い物してると思いますね。 OK NEXT、
続いてこの3冊です、名古屋にあります大同大学2020年赤本、2019年赤本、2018年赤本です。お値段すべて210円でした。はい、大同大学の赤本も岐阜名古屋のあたりのブックオフではとても入手性が高いです。どこ行っても210円で置いてあります。今回ガバッと3つ買ってきた理由っていうのは、確か最近の年度の大同大学持ってなかったなと思ったので、20、19、18っていう風に3冊買ってきたんですよね。もともと私これだけ持ってましたから、ね、大同大学このようにドンと合体させればこれだけの粘土揃いました、ね、いい具合でしょ。推薦入試の過去問が載ってるってふうに書いてありますが、大同大学の小論文の出題は大同大学さんのホームページ行くとね毎年載ってるんで、特段価値があるというわけでもないです。工業大学にしては珍しく思われるかもしれませんが、アイデアを出すタイプの600字の小論文です。愛知県にある工学部系の大学って意外とね小論文やられるんですよ。まあそのための資料としてね、まあこれら揃えておきたいなっていう願望はありましたから、揃って嬉しいんです。中に載ってる問題は本当非常に素直、英語もねこれね素直ですね。英検準2級からちょっとレベルかな。数学も数学3まで入ってますけど全部穴埋め形式です。そんなねこっぴな問題があるなという印象は持ちません。いやー物理が癖がありますね。こんなにたくさん文章を読ませながら穴埋めする、ちょっと地方国公立の物理出題とは全然違う様子見られますよね。科学もこれ出題が独特ですね。ほぼ小問集合なんでしょうか。うちの塾に揃えておきたいストックがこのように揃ったのでとっても嬉しく思います。 OK NEXT。 名城大学の、理工学部農学部薬学部の赤本2008年ですね。お値段110円です。はいはい、これが見つかって私良かったなと思うんですよね。理由、だって過去問解きたいからに決まってるじゃないですか。名城大学の理工学部、それから農学部薬学部、こっちの理系の学部受けてくる子特にですけどね、私何回か私の動画で言ってますけども、一般入試 A 方式、一般入試 B 方式で受けに行く子ね、絶対ね過去問はやり尽くしたら得しますからね、絶対にやり尽くしたら得しますから、で3回言いますよ、絶対にやり尽くしたら得しますから、2020年の赤本からこの2008年ぐらいまでの赤本までね、徹底的にね英語も数学も理科もね受験科目ならね解きまくってくれるとね絶対得します。私は名城大学の過去問どの学部もだいたい10年ぐらい分全部見てるので、なんか特徴に気づいてるんですよね。ちょっと大っぴらに言えないこともありますけど気づいていることはありますから、絶対にたくさん解いてもらうといいと思います。そのために特に理系はね私揃えておきたい。こんな古いもので110円でしょ、みんな古すぎていらないっていう中、私はこれ価値のあるものだって知ってるんでね、手に入ってめっちゃ嬉しかったです。OK NEXT。 こちら日本大学生物資源学部2019年赤本、お値段210円で、こちらが商学部の赤本、お値段110円、そしてこちらが2018年赤本医学部医学科、お値段110円です。はい、まあ、日本大学はこうやって赤本がね学部学科ごとに分かれているで、医学部赤本はやっぱりねこうやってたくさんの年度掲載もあってお値段が安い、コストパフォーマンスいいんですよね。商学部だと過去3年分でなってありますが、まあ、このぐらいの年度で、ね、持ってるとうちだとね資料としては使いやすいです。私が欲しかったのこれなんですよ。いわゆるこれ日本大学の獣医学部の過去本が載ってるんですよ。で、私ちょっと私立大学の獣医学部日本に6個ありますけども、その中の過去本を集めて問題全部解くっていうことはちょっとね今テーマを決めてやってることの1個なんで、日本大学の生物資源学部2016で、これが2019でしょ、連番でね手に入って嬉しかったなと思います。いわゆる次第の獣医学部の中で日本大学だけね出題がやや個性的なのでね、他の大学を併願するついでに、まあ日大も受けておこうかってことね、ちゃんと対策しないとねなかなか厳しいなっていうところだと私印象を持ってるので、まあうちもね地域柄日大の生物資源受けたいよって子ね若干出てくるので、その時にうちで個別指導で、数学それから生物、それから英語、これらのもの指導できるように私が勉強する材料として、持っておきたいもの、それがまさかね210円で売ってるなんていう、私これ500円でも買ってこようと思っていたものが210円であったらねもう即買いですよ。今回はいいもの手に入ったなって思っております。では本日の MVB Most Valuable Book ご紹介しましょう。個人
的なあの趣味思考で言うと名城大学の理系、これめっちゃ貴重ですよ。うん、ですがまああえてですが今日これにしましょうか。日大の生物資源学部過去3年分です。これねパッと見獣医学部の過去問だっていうことを見落とす子っていると思いますし、日本大学の獣医学部でしょ、神奈川県にキャンパスありますから行きたいっていう生徒結構いるはずなんですよね。そこの過去問、私としてはね直近かなり欲しかった研究材料がたった210円で手に入っちゃったんで、この山の中で本当に今日欲しかった本っていうと日大の生物資源かなと言っておこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かったよって方、グッドボタン、チャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回ももう一山ありましたね、あれご紹介しますのでお楽しみになさってください。